大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。2月19日日曜日午後6時を回りました。今週のね、ニュースで軽自動車で R34GTR、まあ、時価800万円相当って言ってたけど、もうちょっとね、高そうな感じがしますけども、まあ、それでまあ、盗もうとして、ケインロープで引っ張って盗もうとしてるところを、まあ、捕まったということで、まあ、目撃者の方がいてね、で、工具忘れてきた犯人が戻ってきて、まあ、その目撃者の方をね、こう殴ってしまったということで、それでもなんか捕まったみたいですけども、いや、なんとも短絡的なね、盗み方ですよね。一体軽自動車で、どこまで 34GTR を引っ張るつもりだったのかというところが、本当に疑問ですけども、この犯人、私と同じ年でした。ということで、まあ、切ないね。もう少し、やるなら、やることを助長してるわけじゃないけども、もうちょっと考えてやった方がいいんじゃないかなというふうに思いました。本日もニュース盛りだくさんです。早速参ります。この一週間の自動車ニュース、フラッシュ。まずはじめに、2月13日の月曜日ですね、この日、よいしょ。トヨタ自動車ですね、これね、この日の朝ですね、午前中に、まあ、午後にトヨタ自動車会見があるぞということで、ちょっとね、それ発表が急だったんだよね。だからそわそわしましたけども、まあ、驚きのね、下方修正とかのニュースが飛び込んでくるんだと思いますけど、まあ、そういうわけじゃなくて、まあ、4月からのね、新たな、経営体制、こちらの発表がございましたということで、まあ、あれだね、コーン副社長とか、ね、変わるんだよね、退陣されてしまうので、まあ、他のそのね、都市計画、都市とかの方の、まあ、リーダー役に、まあ、行くんですけど、まあ、かなり刷新するので、本当に経営陣若返るなという感じがしました。であとはレクサスですね、こちらの方に新しい製造方法を導入しまして、新型車を生産する考えというのは明らかにされてましたので、まあ、その EV 戦略ですね、まあ、4月ぐらいではこう、まあ、順次発表されるのかなというところがありますけども、まあ、2021年にこう発表してたこう、ね、レクサスの EV 化、まあ、EV 戦略というのが、ね、よりね、4月以降出てくるのかなというところで、こちら楽しみでございます。で続きまして14日の火曜日ですね、この日トヨタ自動車の創業者ですね、豊田喜一郎さんの、長男である、今名誉会長でありました豊田章一郎さん、こちらの方がね、お亡くなりになりましたということで、97歳でございました。本当に偉大な方で、まあ、本当トヨタがここまで大きくなれたのは、まあ、章一郎さんのね、お力だったのかなと思いますし、もともとそのトヨタ自動車販売とトヨタ自動車工業っていう風な2つのが成り立ちを考えたら、トヨタ自動食器の中に自動車部門が出来上がってっていろんな経緯があって、その自動車販売と自動車工業が合体してトヨタ自動車、新生トヨタ自動車になって、その時の社長様が、トヨタ章一郎さんだったので、まあ、そういった本当にね、長い今のトヨタの本当に礎と言いますか、本当にもう、土台を作ってきた方なので、まあ、こちらがね、97歳で亡くなりになりましたということで、とご冥福をお祈りしたいと思います。近くね、お別れの会っていうのをトヨタの中でも開くそうなんですけどもね、本当にまあ、岸田総理もコメントしてましたけどね、本当に今のトヨタがあるのは、この方のおかげなのかなというふうに思います。続きまして経済産業省ですね、4月以降に、まあ、登録される EV、まあ、こちらのね、EV とか電動車かの購入、補助金につきまして、まあ、高級車、840万円以上の高級車につきましては補助額を2割削減しますよっていうね、そういった方針っていうか、まあ、それで発表しておりますということで、まあ、840万円未満、まあ、ほぼほぼ840万円未満だと思うんだけども、中には高級な EV もありますからね。なんで、840万円未満の車は、まあ、補助金満額で、まあ、なんていうか、適合されているものにつきましては、満額の85万円。違うね、65万円が補助され、違うね、85万円が補助されますと。だけども、外部に接続できるコンセントとかが付いてない場合はマックスでも65万円なので、まあ、その辺のね、金合いがあります。なので、まあ、一番マックスで出る85万円に対して2割減なので、まあ、マックスでも68万円ぐらいしか高級車は出なくなりますよっていうね、そういった整理でございます。まあ、あんまりまだ EV ね、高級 EV を買おうっていうことは少ないだろうけども、まあ、ちょっとね、こちらの補助金が減ってしまうというね、ニュースでございました。続きまして15日の水曜日です。資源エネルギー庁がね、レギュラーガソリンの店頭価格全国平均13日時点を発表しております。前週比で 0.2 円安いリッター当たり 167.4 円でしたということで、2週連続で値下がりしております。まあ、相変わらずこうね、もうほんと少ない金額でこうちゃぶついてるんでね、こう本当にこのある種レンジの範囲内でもうバタバタやってるって感じなので、
まあ、そんなに大きなインパクトは、まあ、劇的に安くなったなって感じはしませんが、まあ、高くなるよりはすごくいいし、札幌も1508円とか6円だった気がするな、セルフは。なので結構安く入れて、まあ、安くないんだけどね、当時そのね120円ぐらいだったじゃないね、前ね。だからそれに比べたら高いんだけども、なんとなく落ち着いてきてるなという感じはいたします。で、続きまして日本車主要8社ですね、まあ、トヨタ自動車なんかの、ね、車大手ですけども、こちら、春季の、ね、労使交渉の要求書をですね、会社側に提出しましたということで、まあ、基本給を一律上げますよって、ベースアップですとか定期昇給ですね、まあ、こちらかなり売り込まれてまして、まあ、賃金がかなり上がってきますと。で、月単位でどれぐらい上がるんですかというと、ホンダで月1万9000円のアップ要求で、日産で月1万2000円の賃上げ要求でしょ。で、鈴木で1万2200円、マツダで1万3000円、スバルで1万200円ということで、まあ、軒並み1万円以上、まあ、ホンダに関しましては2万円ぐらいだよね、賃金アップ月だから、月でのね要求なので、まあ、まだ通るかどうか分かんないですけど、ほぼほぼ通る感じなんだろうな。で、トヨタに関しましては賃上げ、まあ、非公表ですね、給料の体系見直しましたよね。スキルがあるものとか、そのね、人口序列で上がるタイプじゃなくて、もうちょっとこうね、賃上げのやり方をトヨタは去年だか一昨年ぐらいに変えたので、まあ、今回こういうね、いわゆるローソンに対しての一律の値上げっていうことではないんだけども、まあ、いずれにしましても自動車8社ですね、要求書を提出しまして、これから春闘のところに、ね、入っていくというね、そんな感じでございます。で、続きましてこちらのニュース、これね、ホワイトハウスが発表してるんだよね。ホワイトハウス、テスラが、アメリカ国内、米国内の充電設備を、まあ、テスラ社以外にも開放するっていうね、ことを発表しておりますということで、あら、ホワイトハウスがここで一企業のこと発表しちゃうのということなんだけど、まあ、これバイデン政権がね、まあ、50万機の EV 充電器をね、こう構築して、2030年までには、もうね、新車販売 50% 以上 EV にするんだみたいな目標を立ててるんで、まあ、政権としてこういう設備ね、やってるんだぞというね、テスラに働きをかけて、テスラのこう設備ね、他の車にも開放しろということで、こういったことをやってるんだということで、まあ、ホワイトハウス側が発表をしておりましたということです。で、続きまして、16日の木曜日ですね、セブンイレブンジャパン、こちらがですね、移動車販売サービスですね、セブンが安心お届け便っていうのを、まずは東京都の葛飾区の方から始めたということで、まあ、セブンイレブンの移動販売なんですけども、こちらは、おにぎりとかサンドイッチとかね、よく駅中とかである小さなセブンイレブンですか、首都圏の中にあると思うんですけども、まあ、そちらの本当に軽自動車の後ろにこう突っ込んだみたいな感じな車で、まあ、非常にその高齢者の方とかが多い地域でね、これ本当に首都圏だけじゃなくて、本当にその高齢者が多くて買い物なかなか行けないんだっていうこともあるのでね、今移動式 ATM とかもありますので、かなりニーズが多いと思うので、まあ、こういったところで、ね、住宅の付近まで来てくれて物が買えるっていうのは、これ昔は僕が子供の時って移動販売とかね、牛乳屋さんとか来ててさ、後ろにヨーグルトとか積んだってワクワクしましたけど、今逆にね、高齢者が増えたので、また新たに移動車販売非常に注目をされておりますということでございます。で、続きまして、ブリヂストンですね、決算発表がございました。2020年12月期ですね、連結決算ですけども、まあ、特殊要因を除きました調整後の営業利益ですね、こちらがなんと前期比 22% 増の4826億円でしたということで、非常に好調です。で、ブリヂストンは、まあ、他の、ね、同業他社が結構苦しんでいる中、値上げに成功してるんですね。まあ、一応その SUV とか向けに、まあ、高付加価値なプレミアムな商品を出して、まあ、値上げをしたというのは本当にね、利益を、ね、押し上げてますということで、まあ、原材料高がね、どこの会社も高くてダメだったの、だけどブリヂストンは本当値上げが功を奏したなということで、まあ、非常に好調な決算でございました。ルノーグループもね、この日決算発表しておりまして、2020年の通期ですね、1、12月の、決算発表しておりますということで、最終損益、483億円の赤字ということで、これかなり大きいでございますですね。で、まあ、ロシア事業が、ね、撤退したのが非常に大きくて、まあ、2年ぶりに赤字を計上してますと。ロシアをね、撤退してしまうと、前も話しましたけども、ルノーって、まあ、日本でも売ってますけども、まあ、他の世界でも売ってるんだけども、ほぼほぼね、ヨーロッパ専売なので、ね、まあ、ヨーロッパでしか売ってないみたいな感じに近い、専売業者に近いので、かなりきついんだね、ロシアが撤退しちゃったのはね。で、今回これ積んでしまってね、480億円赤字なんだけども、だけど、ね、
デメオ CEO ですね、めちゃくちゃかっこいい男ですね。デメオ CEO につきましては、まあ、非常にその、ね、営業利益はすごく回復しているということで、思ったよりもルノーの復活は予定よりも早いんじゃないかということで、かなり強気なコメントで、まあ、今回そのロシア事業の撤退がなければ特損積まなかったので、もうちょっといい決算だったんだけど、まあ、ここは仕方がないというところで、まあ、ここだけで判断してはちょっと、ね、かわいそうだなと。だからルノーは本当に復活してくる兆し、まあね、日産と三菱ともね、またやりますし、ね、新しい EV 会社もできますので、この辺はね、楽しみにしたいなと思います。続きまして17日の金曜日です。BMW ですね、日本の法人か、日本法人の BMW、EV の SUV ですね、iX1 を発売開始ということで、668万円でございます。納車は2月下旬頃を予定しているそうなんだけども、写真がございますね、こういった車になっておりますと。で、これ、iX も出るんだ、X1 もね、新しいモデル出るんだけども、今回そのね、EV、フル EV ですね、フル電動車のこれ iX1 というのがやっぱりすごく注目で、まあ、エクステリアにつきましてはその、いや、まあ、見てから、ね、EV だと分かるようにこの、ね、ブルーの差し色でドレスアップされてますということで、まあ、こちらすごく668万円、まあ、お値段は高いですけども、まあ、本当に輸入車 EV ってやっぱ数が多いからいろいろ選べるようになりましたよね。だからちょうどいいサイズ感でなかなか、ああいいなと、ね、こういうふうに思いましたけども、iX1 のお話でした。続きまして日野自動車ですね、当初ですね、3月までに BYD 製の EV を、まあ、その BYD が調達してそれを日野の、ね、ブランドで売るはずだったんだけども、これ発売取りやめということになりました。まあ、その約30、まあ、小さなコミュニティバスなんだけども、こちらを想定した車だったんだけども、その、ね、BYD から調達して売るはずだったのが、なんかどうもエンジン不正問題とは関係がないとは言ってますけども、まあ、エンジン不正問題もあったりして、まあ、人材のやりくりができなかったりね、まあ、いろいろ自由度聞かなかったりとかして、まあ、その調達をめぐる何らかの問題があったんじゃないかっていうねお話でございますね。ただこの辺はちょっとね、深い話はまだ日野からは提供はしないし話すべきものじゃないみたいな感じなので、ちょっとシャットアウトされてるんだけども、まあ、その注文していたね一部自治体なんかがあるので、まあ、そちらの注文は全部キャンセルになって、まあ、申し訳ございませんっていうね、そんなコメントが書かれておりました。続きましてメルセデスベンツグループですね、2020年の12月期の続きの決算発表がございました。純利益、前年比で 34% 増ということで、約2兆1200億円ということで、ベンツ純利益ね、非常に上がっていて、さすがベンツだなというね、こんな感じな1週間で、まあ、土日がなかったのでこんな感じな1週間でございましたということです。今のねベンツのニュースなんだけども、まあ、非常にその内容が面白いんだよね。まあ、ベンツその 34% 増でしたの決算は素晴らしいなと。だけども、販売台数、乗用車の販売台数としては21年比で 1% 下がってるわけだから、販売できた車は少なかったの。だけども純利益が伸びてますと。そうだね、 S クラスとかマイバッハみたいなね、もう超トップエンド、最上級の機関モデルがもうすごく売れて 4% 増えましたと。だから本当に利益率の高いもうトップエンドモデルが非常に売れたということで、まあ、これ面白いよね。でベンツのね社長はね、まあ、強気だ。販売台数よりも収益性が重要、欲を言えばもっと少ない販売台数で経営することも可能だったと。力強いコメントですね。さらには今年や来年に EV を支配できるとまでは言えないとしてした上で、 EV 化の勢いをさらに強めていけるんだということで、非常に強気ですね。さすがは腐ってもベンツ、まあ本当はすごいね、メルセデスベンツグループはね、というふうに思いました。以上この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。この週末ですね、18、19日と2日間パシフィコ横浜の方でノスタルジックトゥーゼイズというねイベントが開催されたようですということで、まあ、こちら旧車のイベントですね、芸文社さんですか、出版社のね、ノスタルジックヒーローとかの80ヒーローですか、私も80ヒーローという雑誌はよくね、本屋さんで言うと見ますね。で、まあ、こちらの主催されている、まあ、日本最大級の絶版社ですね、もうイベントだということで、
まあ、旧車のまあショップとかいろんなものが出てきて非常に盛り上がったみたいなんですけども、まあその旧車っていうのもそのねやっぱいいですよね。まあ、見てると何回か旧車のイベント行ったことありますけど、やっぱりノスタルジーですね。すごくこうヒストリックカーとかっていうのかな、なんかそういったのを見ますと、まあ、そのやっぱいろんな思いも馳せますし、自分もなんかこういう、ね、大事なものというかこうね相棒じゃないけどそういったものを所有したらなんか楽しいんだろうなっていうふうな、そういった気持ちになりますし、まあ、今回このイベント横山健さんがゲストでね、いらっしゃるということで、まあ、非常に豪華ですよね。クレイジーケンバンドの横山健さんですよ。で、まあ横山健さんもすごくね旧車ね車好きですよね。GT っていう曲もありますしね、そういったことで、まあ、イベントの方もすごく盛り上がったのかなと思いますけど、まあ、旧車って本当見てる分にはいいけど、いやいざ自分で所有とするとなるとやっぱりね自分でいじれるガレージが必要だと思いますし、やっぱ旧車屋さんとのお付き合いもありますし、まあ、とにかく維持するためのメンテナンス、またそれが楽しいんだろうけども、やっぱりそういったものが本当に好きだと、大好き大好き仕方ないんだっていう方じゃないと維持できないですね。私もその車は好きですよ、好きだけど旧車を維持していくっていうのはちょっと自分のそのやっぱ車好きのいろんなタイプありますよ、車好きにもね、自分の路線ではないのかなと。比較的新しい車が好きかな、まあ、壊れない車の方がいいかなって、メンテナンスはまあ、フリーでせいぜい洗車をしたりとか、ね、あとディーラーさんに整備で持っていくぐらいな、それぐらいな整備がいいかなとね、結構自分がね、なんで軟弱なんだっていうふうにね、ちょっと思ってしまいました。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでしたー。